はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけれども、この夏の特別企画をお届けしていきたいと思います。でね、今私どこに来ているかと言いますと、このね、ニューヨークミッドタウンにありますジャビッツコンベンションセンターに来ております。でね、ここで一体何が行われているかと言いますと、サマーファンシーフードショーっていうですね、ものすごいね、このね、食べ物のお祭りをやってるわけなんですね。でね、このね、サマーファンシーフードショーなんですけれども、世界80カ国以上1000を超えるですね、こうね、まあ、生産者たちがここにやってきまして、でね、こうね、ニューヨーク近郊のですね、もう本当にいろいろな人たちにですね、まあ、自分たちのね、こうね、プロダクト、はい、この商品をですね、宣伝するためにですね、はい、もう本当にですね、まあ、たくさんのお店がですね、集まってるわけでございます。でね、まあ、今回の動画なんですけども、このね、サマーファンシーフードショーをですね、思いっきり特集いたしまして、世界各国のですね、いろいろな食べ物、こちらをですね、ぜひ、お楽しみいただきたいと思います。でね、まあ、今回ね、このね、ジャビッツコンベンションセンターめっちゃ広いので、まあ、なのでね、まあ、早速ですね、中に入っていきまして、いろいろな食べ物、こちらを見ていきたいなっていうふうに思います。それでは行きましょう。はい、それでは早速中に入ってフードショーを見ていきましょう。ファンシーフードショーは年に2回、1月は西海岸、6月はニューヨークで行われるアメリカ最大の高級食材の見本市で、展示会場は国ごとのエリアやカテゴリー別のエリアがあり、世界中から1000を超える生産者や輸入業者が集まります。今ちょうどスペインエリアが見えていますが、その奥にはギリシャエリアやイタリアエリアもあります。今回はフードショー全体2つのフロアを一気にお見せしますので、目まぐるしく動画が進んでいきますから、見落とさないように気をつけてくださいね。最初の会場の一番南側から見ていきたいと思いますので、ちょっと移動していきましょう。はい、というわけで最初の100番台の展示エリアにやってまいりました。ここには日本エリアのジャパンパビリオンがありますが、ここは次回の動画で特集をしますので、楽しみにしててくださいね。それではまずはダイバーシティエリア、多様性に富んだところから見ていきたいと思います。このエリアは本当に何でもありで、世界中の食材や料理に使うソース、お菓子、お酒にもよく合う豆類のおつまみなど、さまざまなものが展示されています。全体的にチーズが多いのですが、スペイン産のマグロ、サウジアラビアでは一般的なデーツ、ナツメヤシのドライフルーツ、コソボ共和国のエナジードリンク、ゴールデンイーグルやお酒など、普段目にすることのないようなものもありますので、非常に見応えのあるエリアです。このエリアを少しお楽しみいただければと思います。それではここから国別エリアを見てみましょう。まずはポーランドからです。このエリアはポーランド料理の実演があったり、ポーランド産の蒸した野菜の真空パック、特にビートルートのパックは珍しいですね。他にもお菓子やジュース類、蜂蜜も展示されています。もちろん全部試食できるようになっていますので、食べ過ぎには注意しましょう。各ブースではテーブルと椅子が置かれていて、実際にこの場で試食をしながらバイヤーが商談をしています。次に中東のヨルダンです。ジュースやお菓子、インスタント食品でカップタイプの食品やコーヒー、他にはオリーブオイルなどが展示されています。少し映ったエナジードリンクの BM はサンプルをもらったので、近々動画で紹介したいと思います。お土産でも有名なアラビアンスイーツは今回の目玉ですね。バクラバというお菓子で、ピスタチオやクルミなどのナッツ類を薄いパイ生地で包み、甘いシロップでコーティングしたヨルダンの代表的なお菓子です。
それでは続いてカナダエリア行ってみましょう。ここで珍しいのは昆布茶ですね。これは日本の昆布茶とは全く違うものになります。でここで珍しいのがですね、なんといってもバイソンバーガーでございます。バイソンのお肉をですね、はい、このようにハンバーガーにしたものになるんですが、脂身は少なく非常に淡白な味わいが特徴です。そしてこれはハンバーガーですが、なんとバイソンソーセージも展示されておりました。そしてこちらはですね、人工キャビアですね。非常に珍しいんですけれども、ブルーやイエローなどの人工キャビアもありました。他にはですね、カナダ産のチーズやサラミ、あとはですね、冷凍食品なども展示されておりました。それでは再びダイバーシティエリアに戻ってまいりました。ここからは様々なチーズや生ハム、ジャムやメープルシロップ、お菓子などが登場します。この様子をお楽しみいただければと思います。この後はですね、韓国、フランスのエリアが登場いたします。さて続いて韓国エリアにやってきました。普段韓国スーパーで買い物をすることが多いので馴染みのものが多いんですが、韓国ではアロエドリンクが結構充実してるんですよね。他にも餃子などもありますし、野菜スナックやチョコレートのお菓子は日本のものに似ている感じがします。韓国ではごま油も一般的で、いろいろな種類があります。そしてトッポギソースも展示されていました。実際に試食したんですが、めちゃくちゃ辛かったです。そしていよいよフランスエリアとやってまいりました。フランスエリアはとても大きく、フランス産のコーヒーや紅茶、ジャム、冷凍食品、ケーキ類、チョコレートのお菓子、チーズにオリーブオイルなど、あらゆるものが展示されていました。もちろん試食可能で、私はマドレーヌを食べたんですが、アメリカのものとは違って上品な甘さはさすがフランスといった感じでしたね。他にもシトラス風味のスパークリングワインもとても美味しかったです。それではこちらのフランスエリア、少しお楽しみください。はい、再び戻ってきましたダイバーシティエリアでございます。ここは世界中のチーズが集められたチーズ専門コーナーで、こんなたくさんの種類のチーズがあると非常に驚かされました。チーズフォンデュの実演もやっておりました。非常に美味しそうに食べてましたね。この後は生ハムやサラミ、ケーキやアイスクリームなどの様々な食べ物が登場しますが、一つ注目していただきたいのがあります。ウイスキーで有名なジャック・ダニエルが作っているジャック・ダニエルコーヒーです。アルコールは入っていないんですが、ジャック・ダニエルと同じ風味が味わえるコーヒーなので、この後登場するジャック・ダニエルブースはぜひ見てみてくださいね。それではこのダイバーシティエリア、残りをぜひお楽しみください。Hi, I'm Todd Goldstein. I'm the founder of Lodo. We manufacture a line of cookie dough snack bars. And we also manufacture a line of ready-to-eat or bake cookie dough.
All of our products are certified gluten-free, non-GMO, Project Verified, OU kosher, and allergen-friendly. やっとこれで3分の1ですね。最初に見えてきたのはチュニジアのオリーブオイルです。チュニジアでオリーブオイルを作っているとは知りませんでした。ここからはダイバーシティエリアの第2弾です。いろいろな国の展示ブースを見ていただきたいのですが、特におすすめなのがフランスの焼き菓子コーナーです。マドレーヌやフィナンシェのデコレーションがすごく可愛いので必見です。その後はいよいよモロッコ、トルコ、スペイン、イタリアのコーナーへと入っていきます。それではこちらのダイバーシティエリア第2弾、しばらくお楽しみください。いよいよモロッココーナーです。ここでは缶詰のお魚などもありますが、スパイスの展示は入れ物が特徴的でしたね。他には瓶詰のオリーブなども展示されておりました。はい、では続いてトルコでございます。トルコもね、いろいろな有名なものはあるんですけれども、なんといっても一番有名なのはソルトベイです。はい他にはですね、お魚、そしてですね、まあいろいろなものがあったんですけども、ジュースやですね、フルーツ、そしてですね、乳製品なども展示されておりました。ではこのまま続けてですね、ギリシャコーナー、そしてエジプトコーナーへと行きたいなっていうふうに思うんですけれども、その前にですね、一つ皆様にお見せしたいのが、こちら、キャビアコーナーでございます。もうキャビアというとですね、まあ、三大珍味というふうに言われたそのうちの一つなんですけども、高級なキャビアがこのように展示されて、もちろん試食も可能でした。それではギリシャコーナーへとやってまいりました。この後なんですけれども、エジプトコーナー、そしてスペイン、イタリアへと続いていきます。いろいろなものが登場しますので、ぜひ最後までお楽しみください。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。これから下のフロアに移動して初めて出店するお店のエリアを見に行きたいと思います。ちょっと面白いダックファットスプレーというのがあるので、それを見に行きましょう。 But man, is it a great binder for anything barbecue? For that steak on the grill? For the roasted vegetables coming out of the gardens right now in the cookie seat in the oven? A light spray? Killer! So yeah, came up with the idea about 8 years ago and we're at duckfatspray.com and we're in a whole bunch of retailers too. なかなか面白いですね。このフロアには初参加のお店をはじめ、プラントベースというビーガン用の大豆を使用したお肉もどきの製品や野菜ベースの製品、そして飲み物を中心に取り扱った専門エリアもあります。他にはエクアドル、中国、ブラジル、オーストラリア、シンガポール、インドなどの各国ブース、そしてアメリカのいくつかの州の専門コーナーもあります。最後にはテイストニューヨークも登場します。上のフロアも大きすぎて全部は紹介できていないのですが、実は下のフロアも広く、かなりたくさんのブースが出ているので、どんどん見ていきたいと思います。それでは行きましょう。
い、いかがでしたでしょうか、サマーファンシーフードショーの様子をお楽しみいただきました。でね、今回の動画ではですね、世界各国のいろいろな食べ物をお楽しみいただいたわけなんですけれども、次回の動画ではですね、なんとジャパンパビリオンというふうに言いまして、日本食、日本のね、いろいろな食べ物をですね、世界に発信するっていうですね、そういったコーナーがございますので、そちらを特集してお届けしていきたいと思います。日本から世界へ、いろいろな生産者たちがですね、もう自分たちの商品を売り込むためにですね、非常に頑張っておりますので、そちらの様子をお楽しみいただきたいと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。